バンダイミュージアムのベンデルプリンセス号、トラクションエンジンの一例トラクションエンジンの一例、トラクションエンジンの一例ポータブルエンジンは、トラクションエンジンの先祖トラクションエンジンとは、蒸気機関を用いた農業用トラクター、運搬用自動車、道路舗装ローラーの総称。その他の蒸気自動車は、スチームビークルと呼ばれる。最初に蒸気機関を移動に用いたのは、ニコラ・ジョゼフ・キュニョであった。 これは、巨業の放射と呼ばれる大砲を牽引する目的で、製作されたもので、1769年10月23日、パリで初めて公開された。しかし、巨業の放射は最高速度がわずか時速 4km と、性能的にも貧弱なものであり、また、前輪の前にボイラーを備えていたため、舵取りが難しく、公開運転の際、運転を誤った、捜査員により、 レンガベに衝突してしまった。これが世界初の自動車事故と言われている。トラクションエンジンが今日よく知られる形態になったのは19世紀の赤頃のことだった。蓄力に代わる産業用の機械動力として欧米では19世紀初頭から低知識蒸気機関が市販されていたが、それに減速機と車輪をつける形でイギリスのトーマス・アベリングが1859年に 開発した蒸気トラクターがその原型である。自走するだけでなく、フライホイールから動力を取り出すこともでき、実装機能のないポータブルエンジンも存在する。自動車の黎明機、蒸気自動車は、電気自動車、ガソリン自動車と歯を競ったが、やがて出力重量比の優れたガソリンエンジンの急速な発達によって、表舞台から姿を消していった。一方で、 ガソリンやディーゼルといった内燃機関にない長所として、クラッチや変速機などの伝達機構が不要で直結で運用できる点があった。内燃機関へ移行において比較的軽量である自動車分野においては、この点はあまり問題にはならなかったものの、重量のある車両をさらには重量物を牽引する用途は、技術が未熟な時代の伝達機構では、 条件が厳しく耐久性、信頼性に問題があった。これは鉄道における高出力な機関車分野で、ディーゼル機関車に適用できる流体継ぎ手やトルクコンバーター、電気式駆動の技術が発達するまで蒸気機関車が第一線で活躍した点と類似する。さらに起動時に最大トルクを発揮する点で重量物を低速で牽引する用途、または類似の用途においては、 活路が残っていた。これらの点からスピードを要しないようと、例えば、ロードローラー等などは、第二次世界大戦後まで一部で使用されていた。ロードローラーでは、用途上重量が重要となるため、出力重量比が劣り、重量がかさむという蒸気機関の端緒も、蒸気ローラーにおいては、大きなデメリットにはならなかった点も大きい。現在でもイギリスには、 胴体保存された機体が多く存在し、毎年各地で行われるパレードでは、往年の姿を見ることができる。日本では、現在、1902年、ジョージ・ホワイト・アン3社製トラクターが、北海道空地郡上富良野町の農業博物館、土の館に、胴体保存。1919年、ギャレット社製のベンデル・プリンセス号が、栃木県三部町のバンダイミュージアムに、 生体保存されているのみである。ありがとうございます。